はい、始まりました。はい、説教 TV 13回お願いします。よろしくお願いします。よっ、今日は、まあ、普段藤村さんのはずなんですけど、はい、ちょっと今日イベントで、そうです、行ってまして、え、俗に言うあの新宿南口。あ、そうです、新宿の体質です。いわゆる組手イベントですね。灰谷と藤村の組手イベントで、一応その説教 TV 出張版という、出張版、はい、組手した後にちょっとアドバイスを一言もらったりとか、はいはい、全体的に人多かったか。いや、人多かったです。ああ、そうなんです。まあまあ、その辺の話はね、まあ、来週そう、藤村が来てからあれもあると思うんですけど、あの灰谷にサードを久々のゲーセンでアーケードのサードをちょっともうさ1プレーとかって一緒やりましょう。接戦でしたね。灰谷チュンリー対モモチケンチュンリーなんですね、誠じゃなくて、うん、で最後あのレッツゴージャスティン、ああ、はいはい、6段目まで取って死にました段数が分からなくて。ということで今日は、はい、公開説教オンリーです。藤村先生いないのに、いないのに藤村先生の代わりにちょっと私めがジョニー先生がやってくれるそうです。お前も説教する側になったか。なっちゃいました、ね、その日頃の恨みというか藤村への恨みつらみが多分溜まってるから、ね、こっちにぶつけていくんです。そうそうそう、この人たちに。いやいや、俺そんな人間じゃないです早速そうですね、結構こんな感じですか。普段はもうこんな感じ。ささっと、ああ、ささっともいくんですね。ゆうたくとか、いや、あの、やっぱ外にあんま出ないから、二人とも。あ、特に話題が、いや、別に、いや、この前どこに行ってきたんですよみたいなアーカイブ、あ、話題とか、はい、え、なんかキャンプ、あれ、その話しました。キャンプ、あ、あの釣り、さ、あのな、何釣りだっけな、サバ、サバじゃん、サバじゃん、サバ釣り、あの、あ、マス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 釣りにちょっとね行ってきまして、俺と藤村さんと、うん、藤村さんの彼女さんと、うん、あと彼女さんの友達、なぜか女性一応女性、そうですダブルデート。いやいや違う、いや、それはちょっと違います本当に。え、藤村と、はい、ジョニーと、はい、藤村の彼女さんと、はい、藤村の彼女さんの友達、はい、の4人。いや違うんですよ、その藤村さんと、はい、藤山さんの彼女さんと、うん、藤村さんだけだと、うん、藤村さんの彼女さんとその友達だけでワーワーやっちゃって、うん、藤村さんが一人だけで寂しいからみたいな感じで彼女さんに誘われたんですよ。おめでとう。いやいや、やっとか。いやいや、相手の方に迷惑かかった。いやいや、そんな誰も知ってる人じゃないやろ。いや、一般人だからこそ。いやいや、一般人やけど。誰もその全然あの、なんだろう、一言も会話をせずね。それはそれでどう、それはそれでどうなの。いやいや、ね、それはそれで会話しろよ。しかもその先週、はい、その1週間前か、うん、応援配信やったじゃないですか。ああ、はいはい。でその前に焼肉行ったんですよ。え、その2人で、またいや、またそのメンバーで、俺、藤間さん、彼女さん、彼女さんの友達、ほうで焼肉行ったんですよ4人。はい、その時も会話はなく。頑張っコミュ障か、はい、やっぱオーナーを見習ってそこは。いやいや、俺はさすがに話す。え、そうなんですか。なんなら、え、なんなら前捨て、 前捨てはしないけど、その場で、その場で、え、その場で、まずお前なんかもう後ろ下がりやもん。まあまあまあ、下段がら空きよ、ずっと後ろ歩きよ。いや別に降臨ならこうやってるよ。いや下段相手でいいじゃん。いやいや、下段痛いよ。いやいや、まあそんな感じですか。はい、そんな感じでいきましょうよ早速。なんで本日はジョニー先生なんで僕が助手です。助手なんで、よろしくお願いします。いつもやってることを俺がやります。じゃあ一人目の方は、プレイヤーネームテリーさん。はい、お、テリーさん、あ、出ますね。あ、すごい、この写真、かっこいい。ジョニー、何この写真、ジョニー渋いっすねこれ。なんお前のなんか昭和写真こんなんやな。こんなんしかない、潜在写真大体こんなんやな。なんかもっと普通の欲しいっす。はい、まあそんな感じで、はい、ということで僕が書いてますけど、使用キャラがケントで、辛さ指定激辛、はい、で、激辛か、激辛です。目標が14000、ダイヤですね、はい、はい、現在が プラチナかな、8500枚プラチナなので、まあ、ダイヤまで行きたいと。で教わりたいポイントが、苦手なキャミー、イブキ、コーリンの対策をしたい、はいはい、雑な立ち回りを強制したく、剣の攻め方が分かっていない、はいはい、またカリンも使い始めたため、セットプレイについてジョニー先生にご指導をお願いしますと。じゃあ剣キャミーから。雑な立ち回りを強制したく、これはモーさんの真似をすればいいんじゃないですかね。あ、色が、あ、テリーさんいいね、サードストライクって書いてますね
サード勢か。おお、じゃあ弟子剣信者ですね。弟子剣さんは緑なんですか。弟子剣さんは緑ですよ。桃さんサードって何使ってました。いやもうすべて。メインって何なんですか。いやもうそれはもうすべて。まあ言うんですよ。あ、強いて言うなら全然回復先生、いやいや大丈夫ですか。いやいや、まあまあまあ、今のとこかなり、いいっすね。おいいね、うん、まあ悪くいいですね。おっと、ここは、ああ、今こっちの説教ポイント、ゲージいらないっすよね。ありましたね。そんな雑な立ち回りって感じはしないですけどね。まあまあちょっとまた 2周目もありますからね。別に2周目してもいいんで、うん、まあ一回ちょっと一通り見てっていう。ちょっと真剣に見ちゃいます。俺助手なんで。ああ、はい。飛びがちょっとやっぱ多いですね。攻めの起点が飛びしかないんで、もっと他の選択肢があると、それ例えば V スキルだったり、はいはい、ああいうゴリッとね。そうです。おお、いいです。これはどうですか、先生的に。まあ当たれば一応死ぬから、まあなくはないけど、ちょっと早い、うん。そうですね。感じはありますよね。で相手もその昇竜食らうと死ぬ体力なんで、うん、相手もまあ言うてそこまで勝負はいけないっていう。殴り合いっすね。うん、なるほど、うん、どうでしょう、一試合見てみて。大体わかりました。大体それを言えよ。わかったね。わま、わま、そう、今のを経てちょっともう一試合ポイント解説があります。ジョニー先生です。全体的にやっぱ飛びからその攻めの起点を作ろうとしてるんですけど、うん、まあ、飛びってそのなんていうんだろう、まあ、対空されたら意味がそのダメージ食らっちゃってっていう感じなんで、うん、リスクが高いんですよ、うん、なんでもうちょい地上からじっくりいける選択肢があるといいですね、うん、この組み合わせだと地上はどうなんですか。どういう技が機能するとかっていうのは。地上はですね、まあ、基本きついっす。あ、まあまあ、ちょいきつめではある。キャミーの中足とかタッチ中キックに対して結構だるいんですけど、うん、差し返しがあんま狙えない組み合わせなんで、はい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 、結構ね、おすすめは引き中パン置きとかは結構強いです。あ、引き中パンに竜巻引き中パンに竜巻とかを仕込んでおいて、タッチ中継の足先を殴るみたいな、うん、みたいなのがないんで、やっぱ飛びばっかりだと安定しないし、うん、あとはそのなんだろう、狙いが絞りやすくなっちゃうから、うん、相手も対応しやすくなっちゃうと思うんですね。なんでいろんな選択肢をもうちょっと見せた方がいいと思います、うん、まだ結構守りじゃないですか、うん、結構ダメージソースが多分カウン、そのジョニーが言ってた、ジョニー先生が言ってた、はいはいはい、この飛びと、うん、結構そのカウンターの起き上がり昇竜とか竜巻とかを打ってたんですけど、あれが当たってる試合は多分勝ててると思うんですけど、そうですね、当たってない試合が苦しくなってて、あと結構クイックスタンにも取るの見せてたりとか、うん、このゲーム基本的にしゃがみっぱなしにしてれば投げしか食らなくて、で投げの後は基本的に置き攻めがないんですよ。端ですらね、今のバージョンはないですからね、うん、だからまあ状況によるんですけど、例えば自分が体力リードしててる場面とかでは、置き攻めされるときでは昇竜をパナしたり、うん、弱殺幕とかでリターンを取りに行くんじゃなくて、うん、しゃがみっぱで、うん、でとりあえず投げのダメージだけ食らっといて、もう一回仕切り直そうみたいな、うん、防御方法をもっとした方がいいと思いますね。あと全然多分トリガー一回も発動しなくて、確かに V バに回す自体はすごいいいと思うんですけど、1ラウンド目良かったですよね。 V バの使い方は自分が体力リードしてて、うん、この攻めさえしのげればっていうところで V バを使ってたんで、それ自体良かったんですけど、
まあ、やっぱケン、V リトリガーの逆転力がかなり高いキャラクターなんで、あこことかね、うん、使わなくてもよかった。確かに距離的にはちょっと思います。ここで、うん、ダイパーにした時点でね、キャラクター、うん、特に次の攻めはなかった。そうですね、うん、こことかこの弱点まあいらないっすよね。なんでかっていうと、はい、この場面前投げ食らっても後ろ投げ食らっても、うん、その後置き攻めがなくて、うん、しかも V ゲージが、まあ、たまらないにしてもたまる寸前ぐらいまではいけて、うん、そこから例えば V スキル発動後ろ投げとかにすると多分リーサルに持っていけるんで。ああなるほど。これで投げを食らって自分のこの V ゲージを貯めるっていう発想っすね。はい、確かにちょうど多分まあギリギリたまらないにしても、うんうん、まあ、V スキル発動はできそうな、そう、ね、V スキルゲリ発動はできそうな、うん、ゲージで、かつこれガードされちゃうと死にますかね。投げはね、前食らっても後ろ食らっても死なないですけど、うん、こんな感じで、これはでさっきの2ラウンド目とかはそのパナシが当たったら相手も死ぬ体力で、うん、ガードされたらもう自分が死ぬ体力だったんだけど、ここは自分だけが死ぬパナシ、うん、なんでこの辺のリスクリターンはちゃんと理論派っすね。いやいやいや、そりゃそうですよ。しかも剣の弱竜巻は3フレなんですけど、うん、はい、無敵自体はないんで、うん、やっぱちゃんと投げ無敵とかもないですかね。そうですね、重ねられちゃうと普通に潰されるんで、まあ多分大当たりぐらいになろうとすると結構普通に重ねてくる人が、ちゃんと重ねられる人が多いと思うんで、まあまあ、うん、全然うまいですもんね。これをちょっともうちょっとそういう極端な選択肢に頼らない守りができると、うん、多分そのご自身で書いてるちょっと立ち回りの不安な部分が多分自身であって、うん、どうしてもそのダメージを取るとこがなんかハイリスクハイリターンな多分行動になりがち、うん、なんで一回落ち着いて、そうですね、うん、試合を組み立てるっていうのが飛ばない選択肢を見つけられると結構だいぶ楽ですね。飛ばない走らない、じゃあ剣使うなって話します。まあまあ、でもそんなプレーをして勝ってる剣使いがいたんですよね。そんなプレーをしてね、勝ってる剣使いがいたんですよ、うん、過去には、かつて、いつ頃ですかあれは。え、山の話。いやいやいや、確かに山の話かもしれない。今年のエゴでもいましたからね、うん、一瞬あのベスト8をかけた試合でいました。結構飛んでましたけど、まあ、飛んでパナして、結構飛んでパナして、ボンカリン戦とかすごかったですすごかったです。まあでもそういうそういうキャラなんで、どちらかというと